月25日後楽園ホール、突如全日本マットに乱入してきた鈴木健人。 WWE、CMLL、トリプル A で活躍した男はブードゥーに入り打倒ネタを宣言いたしました。アジアナンバーワンレスラーはこの俺だ、そう豪語した後楽園、それを証明する舞台がここ両国国技館。スペシャルシングルマッチが組まれました。 TLC ルールで行われるのか、ラダーを持って入ってまいりました。この男190センチを超え、体重も約120キロ、大きな男がさあ両国の舞台へ喧騒入場。